中国新聞の樋口と申します。はい、アシアナ機能関係で先ほど言われたその ILS の復旧なんですけども、はい、これ7、8ヶ月かかると今、はい、国の方が言っておりまして、はい、ただ今回ですね分かったのが、事故の原因まだ定かじゃないんですけども、非常に地理的な特性としてやはりその霧が発生しやすい空港であるという課題があって、それがあってこの ILS ができたという経緯もあったわけですけども、今回復旧、元に戻るというのがまず最初のステップだと思うんですが、この今の設備が西側からの侵入にしか対応してないという現状がありますよね。で、今後ですね、県として、航空機事故をひとたび起こると非常に影響が大きいですから、例えば国内3空港ではその双方向の侵入に対応したようなシステムとかも導入されているんですけども、その辺国に働きかけていくお考えとかはないでしょうか。これはちょっと正確に国と議論したわけではありませんけれども、私の理解ではですね、その広島空港の離発着の数から言って、この、一方向から着陸できればですね、要するに天候がこの視認が悪いという時にはそのキャット3を使って、着陸できる方向から着陸すればですね、特に大きな問題はないと。つまり、片方からものすごく強烈な風が吹いていて、例えばどうしても今東側ですけど、東側からだとですね、追い風が強すぎて着陸できませんとかですね、そういう事態が起きるんであれば、西からも必要だとかいうことはあるかもしれませんけども、これまでのところそういうことはないのかなというふうに理解しています。福岡とか羽田はですね、この離発着の数がやはり莫大多いので両方入っているのかなと、その辺はちょっと実関係は私は詳細は国交省に確認したわけじゃないんで、というかそれについて深く議論したわけじゃないんで正確なところはありですけども、現状その東側から着陸、まさにその視界が悪い時にですね、着陸できるためにキャット3があって、東側から侵入すればですね、できるわけですから、そこで特に大きな差し支えないのかなということかと思いますが、今回はそもそもだからそのキャット3を使わないで着陸をしたので、着陸するそのなんていうか予定というか、それで着陸態勢に入ってきたので西側から入ってきたというだけで、そもそも使ってなかったんでですね、仮に東側から入っても使ってなければ同じことっていう、そういうことかと思います。あと一つの追加で仮設のアンテナをですね、5月の中旬ぐらいにつけると、はい、でここでもキャット1には戻るということなんですけども、はいはい、それでもその着陸するでも飛距離というのは500メートルぐらい必要なわけで、キャット3の B よりはだいぶ長い距離が必要になるので、制限はまだ完全に、解除されてないという状況にあるんですけども、今おっしゃったように経済とかですね、観光非常に大きな影響が出る、実際もう今事故機があるというのもあるんですが、非常に欠航が非常に多くて影響出てますけど、県として例えば予算をつけてですね、空港の PR していくとか、他に、ちょっとすぐは思い当たりませんけど、そういう県として主体的にやっていく対応っていうのは今何かお考えではないでしょうか。離発着がこの制約があるところで空港の PR するっていうのは逆効果で、まずはですね、復旧をできるだけ早期にしていただくというのが第一かというふうに思います。そのためにですね、これは国交省にやっていただかなければいけないので、そもそも その、最初のキャット3を整備したときにはですね、県も お金をつけて、整備して、ますけれども、今回どういう形になるか分かりませんが、いずれにしてもですね、相談する中でできるだけ早期に復旧していただくということが一番だと思います。
共同通信のトラビスと言います。今の柏崎の空港圏なんですけれども、ゴールデンウィークがもう間近に迫ってまして、そこまでは柏崎が撤去されたとしても、まあ、2008年ぐらいの、空港の発着の状況になってしまうと、以前のですね、キャット3が導入される前の状態に戻ってしまうと、でかつ今の現状でもですね、あそこから、輸送できなくてですね、コストが倍増してしまうというような企業さんの声もあったりするんですけれども、そこ自体に救済という形で予算をつけたり、そういう形は今検討されてないんでしょうか。それは現時点では考えていません。基本的に27日にですね、撤去の予定、だっけ、はい、27日朝には撤去の予定ということで、まあ、これもできるだけ前倒しができれば前倒しということで、我々もお願いしたいですし、国交省としてもそう考えていただいているというふうに理解してますけれども、まあ、ゴールデンウィークに本格的に入る前の、ことでですね、それがなくなればですね、まあ、1600メートルの指定距離とこういうことになりますので、まずそこを実現をしていきたいというふうに。サイトです。今の確認なんですけど、撤去の日程の前倒しをもうお願いしているんですか。まあ、前倒し日程というかですね、どれぐらいこの、いや我々はできるだけ早くお願いしますっていうことで言っているので、何日と言って、いやそれを1日してくださいとか2日前倒ししてくださいという意味ではもちろんありませんが、できるだけ早くお願いしますということでお願いしています。それではその他に、その他に質問がある人はお願いします。もう一度芦屋なきの件なんですけど、まあ、国土交通大臣によると、まあ、芦屋な航空ないしは、韓国当局側からですね、まあ、事故原因等の報告をするように求めているというようなことはあるんですけども、まあ、先日芦屋な航空の社長も来られましたが、まあ、県として、例えば芦屋な航空から改めてその原因について報告に上がりますとかですね、もしそれがないのであれば、そういうのを求めていくお考えはあるかっていうのをお聞かせいただきます。やはりですね、この事故原因の調査というのはまず第一に国交省、それから航空安全委員会の方で、しっかりとしていただくということが第一であります。我々がそれ以外に別途のルートでですね、原因究明をするということはありえませんので、そのことをしても混乱をするだけですから、まずですね、やはりオフィシャルにきちんと原因究明していただきたいということであります。時間がなくなってきたんで、中国新聞有岡です。はい、先ほど知事の方からも、まあ、もちろんその空港設備のですね、復旧が一番ということもあるんですが、まあ、今も天候が悪化したら欠航が増えたりしてですね、まあ、今後当然その搭乗率の問題であったりとか、国際線の路線確保の問題っていうのが目前の課題として迫ってくると思うんですが、まあ、その際にですね、路線確保であったりとか搭乗率の維持、まあ、拡充に向けて県として取り組まなければいけない対応課題っていうのを教えていただいてよろしいでしょうか。まあ、まずキャット3の復旧のスケジュールをですね、やはりきちっと立てていただいて、でそれに合わせる形で、まあ、先ほどプロモーションというのもありましたけれども、それをどういうふうに企画をしていくかということを考えていかなければいけないと思っています。それから目下 の課題としてはやはり、その特に国際便、まあ、芦屋自体のですね、この便の維持というか、その路線の維持ということもですね、引き続き、お願いをしていかなければいけませんし、まあ、それ以上に他に
やはり影響を受けている航空会社がありますから、まあ、そことは密に連絡を取りながらですね、何か必要な対応があればですね、我々としても協力をしていくということになろうかと思います。で、まあ、最終的にはチャット3が復帰をした、ないしは、まあ、チャット1が入った段階ですね、どういうことができるかということもあると思いますけれども、基本的に支障がないくなったところでですね、まあ、改めて、この利滅でない、そういうものをアピールしていくというかですね、そういうことは必要かと思います。なかなか今の段階で具体的なものというのは難しいかもしれないんですが、まあ、例えば、まあ、アシアナ航空でしたらかなりその、まあ、広島とのつながりも深いですし、はい、まあ、韓国ツアーの、まあ、商品開発をするような旅行会社さんに対して、まあ、県の方からも協賛協力、まあ、原資を切り崩すような何らかの助成をしたりとかですね、何かその辺具体的な方向性っていうのは今の段階で、まあ、今の段階ではちょっとまだなくても言えないですよね。で、そのやっぱり事故原因との関わりというのもありますので、ある程度そういうものがはっきりして世の中に明確にいろんなことをアピールできるようになった段階でですね、やはりそういうことは進んでいくということになるんじゃないかなというふうに思います。でないとその皆さんがいやそんなこと言ったってっていうふうに思っているところで逆に変なこのプロモーションとかですねのをかけたら、まあ、先ほどのあれですけど逆効果になるんですよね。そうではなくてやっぱり万全の体制を整えながら、まあ、万全といってもまあ何が万全かというのはあるんですけど、それがねやはりこのレディーゴーになった時にその状況に合わせてできることっていうことをですねしっかりと行っていくっていうことだと思います。じゃあ最後の質問としたいと思います。なければこれで一時定例会見を終わります。次回は5月19日火曜日の13時からお予定しています。